支持率最低更新多比に体が進む岸田内閣の行方。岸田文雄首相の内閣支持率は 16.4% で、2012年以降最低を更新しました。物価高対策の定額減税も評価が低く、政権の死にたい化が進んでいます。政治資金規正法改正案も評価が低く、特に企業団体献金の禁止を求める声が多いです。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。みんなの反応としては、岸田政権への不満が圧倒的に多いです。少数意見としては、強力な野党の不在も問題視されています。みんなの反応。岸田内閣の支持率がまだ 16.4% もあるのは本当に不思議だよね。今も国民は物価高で苦しんでるし、賃上げも一部の大企業だけ、支援金も実質的には増税だし、政治家が国民目線で賢明なら今何をすべきかは明白だと思うんだ。消費税減税や緊縮財政の見直し、積極財政への移行、不要な行政法人の廃止など、国民が望む政策をどんどん進めないと回復は無理だよね。緊縮財政と新自由主義の失敗はこの30年で明らかだし、自民党も疑惑まみれで腐ってる。でもこれは我々国民の責任でもあるんだよね。今こそ庶民が立ち上がる時だと思う。次の選挙ではこの政権与党を下野させたいね。内閣支持率と自民党支持率が合わせて 32.8% という歴史的な低さに至ったのは、神戸学院大の上脇博之氏が政治資金規正法違反を告発したことがきっかけ。彼はこれまでも松井一郎の政治資金収支報告書不記載や黒川検事長の定年延長問題、アベノマスクの費用開示請求など、粘り強く権力の不正を追及してきた。一人の研究者の熱意が日本の政治状況を変える可能性があるのは大きな功績だ。内閣改造の話が出てるけど、人事に頼るのは最初はいいかもしれないけど、結局ボロが出て失敗するかもね。地位や名声の高い人を起用しても、狙いがバレバレで信頼回復にはならないと思う。いつも、先送りにできない課題、と言うけど、その課題が何でどう取り組むのか、ちゃんと説明してほしいな。むしろまだ16も指示があるのが驚きだよね。特に住民税非課税世帯じゃない中、低収入の人たちの苦しみに目を向けない自民党を支持する人が、まだこんなにいるなんて。この支持率でも自民党が1位だから、もっと多くの人が目を覚ましてくれないと、自民党政権を追い詰めるのは難しいと思うよ。物価が上がって、普通の人たちは厳しい生活を強いられてるよね。定額減税も、1ヶ月分だけ引かれないだけで、その後は1年分を11等分して引かれるから、結局あんまり助けにならない。去年よりちょっと給料が上がったけど、税金は大幅に増えてるし、岸田政権のコロナ禍での飲食店や旅行業へのばらまき政策や、他国への過剰な援助のせいで、国民からお金を巻き上げることしか考えてないんじゃないかと思う。それに、東日本大震災の時に300億円以上の義援金を送ってくれた親日国の台湾に、ハナレン地震の時には1億5000万円しか送らなかったのは違和感がある。他の国にはもっと援助してるのに、日本人にとってのメリットデメリットを考えた外交をしてほしいよね。世論調査の結果も疑わしいし、実際にはもっと支持率低いはず。宗教問題や荒金問題、増税についてもちゃんと説明してほしい。自民党ではもう無理だと思う。昔の日本が経済的に上昇していた時代なら、首相として特に問題なく評価されていたかもしれません。でも今は物価高や少子高齢化の問題が大きくなっていて、カリスマ性と大胆な政策を持つ首相でないと評価されにくい時代です。振り返ってみると、評価される政策があったかどうか疑問です。経済政策としては非課税世帯に給付金を支給し、働く人には定額減税を行いましたが、評価は分かれています。少子化対策も同様です。これらは与党だけの問題ではなく、強力な野党がいないことも一因だと感じます。岸田政権は今かなり厳しい状況です。増税や物価高騰が続き、消費税減税も進まず、国民の信頼を失っています。さらに政治資金規正法改正案で領収書の公開を10年後にするというのも、国民をバカにしているように感じます。だから内閣支持率が最低なのも当然だと思います。解散は世論と議会の議席がずれているときに必要なんだよね。国民主権の国では最高権力者は世論だから、マスメディアの世論調査は重要なデータを提供してくれる。イギリスのスナク首相が総選挙を前倒ししたり、
フランスのマクロン大統領が突然議会を解散したりしてるのもそのため。今年は米国大統領選やインド総選挙、欧州議会選挙など大きな選挙がたくさんあって、民主主義が試される年だね。岸田文雄もイタリアの G7 サミットやスイスのウクライナ平和サミットで各国首脳と意見交換したけど、国民の意思が議席に反映されることの重要性を再認識したのかな。改正高校から東大に5回挑戦してもダメだったし、大人になって総裁選でも4回失敗して5回目でやっと総理大臣になった増税メガネ。学生の頃から失敗ばかりだったから、総理大臣の座は絶対に手放したくないんだよね。息子が赤絨毯で寝転んでお酒飲んでたり、ウクライナに何度も多額の援助したりしてるし、税収が減ったら子ども子育て支援金制度で社会保険料を上乗せしたり、森林環境税で月額数千円を社会保険料に上乗せしたり、国民年金を5年延長して65歳まで払い続けさせたりしてる。国民に痛い目に遭わせても何とも思わないんだ。自分が受験や総裁選で何度も失敗したから、国民にも同じように味わってもらいたいって感じで、増税メガネって言われても気にしないんだよね。岸田文雄は自民党総裁選での再選を目指して衆院解散総選挙を考えていたみたいだけど、今の状況では何をやっても裏目に出るだけだと思うよ。イタリアやスイスに行った理由もよくわからないし、過去の訪問や訪れ南米と同じで、ただ各国の首脳に顔をしたかっただけに見える。実際、能登震災の支援よりもブラジルの水害支援を優先したくらいだからね。こんな状態じゃ、内閣支持率が低迷するのも当然だと思うよ。要するに、いろんなしがらみで上がるしかなかった人で、土地化は必須、みんなの意見と言いつつ、実はしがらみ。時々強さを見せてとっちらかるけど、しら。する東大落ちで親戚や同窓会で肩身が狭かったけど、総理大臣になってやっとよかったって感じの人、こういうタイプ最近よく見るよね。岸田政権を支持しているのは自民党支持の岩盤層と高齢者が多いんだよね。岩盤層っていうのは、長期政権の間も経済的に恵まれてた富裕層とその家族のこと。高齢者は若い時に公的負担が少なくて年金もたくさんもらえる世代だよね。でも岸田政権の何がいいのか全然わからない。国民に負担ばかり押し付けて、生活を第一に考える政策は定額減税だけ。でも、この減税も給付の方が簡単なのに、わざわざ自分の手柄にしたいから減税にしただけ。国民は給与明細に記載されるだけで、物価高騰を考えると全然足りない。本当に岸田と自民党はどうしようもない。全員国会議員を辞めてほしい。国民のことを見ていない総理と内閣がまだ支持されてるのが驚きです。早く選挙が行われてほしいですね。岸田内閣の支持率が自民党の政権復帰以降最低を更新した。岸田文雄は衆院解散せずに政治改革に全力を注ぐと言ってるけど、支持率が低い今の状況では焦っていろいろやっても問題解決は難しい。特に政治資金規正法の改正は、国民が納得するように真剣に取り組まないと自民党の信頼回復は難しいよ。国民が望まない政策を続けた結果、賃金は25ヶ月連続で下がり、少子化も進んでる。無駄遣いや裏金も続いてるし、支持率 16% なんて信じられない。仮に 16% でも、不支持率の高さや国民の貧困化を考えると、民主主義がちゃんと機能してるとは思えないよね。もう誰も自分に期待してないし、周りに人もいないのはわかってる。でも居座りたいなら、尖閣諸島や北朝鮮に行って命を懸けたパフォーマンスをしてみてよ。自民党は支持率が低迷していて、地方選挙でも負け続けてるんだよね。今回の東京都知事選で小池氏を支援することで、内閣や政党の支持率を上げようとしてるみたい。今のところ、小池氏には自民党東京都連野都民ファーストの会、連合、国民民主党などが支持を表明していて、ほぼ万全の体制で選挙に挑む感じ。でも、もし小池氏が負けるようなことがあれば、次の国政選挙で岸田氏率いる自民党が完全に敗北する可能性が高いね。定額減税の効果って、6月の給与がまだ支給されてないところが多いし、制度を理解してない人が、手取りが4万増える、と勘違いして早めに消費してるかもしれないけど、大抵の人は給与明細見て月々数千円しか増えないってわかるよね。光熱費やガソリンの上昇も考えると、
消費行動が活発になるのは難しいよね。少子化対策も大事だけど、まず現実を見てほしい。梅雨も来てないのにこんな暑さで、クーラーなしじゃ熱中症になる。電気代も 42% も上がってるし、スーパーの物価も上がってる。給料が上がったと思ったら手取りは減ってるし、本当にむちゃくちゃ。もちろん、何も気にせず暮らせる人もいるだろうけど、大半の人は困ってると思う。毎日何を削るか悩んでるはず。定額減税とかでドヤ顔してるけど、国民を舐めるなって感じ。私たちができるのは、こんな政治家を選挙で落とすこと。国民は国会議員の ATM じゃない。真面目に働いてる人たちがバカを見る世の中を作るために国会議員になったの？民主主義って不思議なもんだよね。社会主義体制なら低支持率で革命と核ウデターが起きそうなもんだけど、民主主義だと政権が続くんだよ。選挙があるから反乱が起きにくくて、短期的には民意を無視しても政治を進められるんだ。長期計画なら社会主義の方がいいかもしれないけど、短期計画なら民主主義の自由度が勝るって感じかな。当チャンネルの意見として、岸田内閣の支持率が 16.4% にとどまっていることは驚きです。物価高や賃上げの不均衡、政治資金規正法の問題など、国民の不満が高まる中、政権の信頼回復は難しいでしょう。単語解説、死にたい。死にたいとは、組織や個人が機能を失い、ほとんど活動できない状態を指します。例えば、企業が経営困難に陥り、再建の見込みがない状況などを表します。